ホセ・マルティ国際空港はキューバの首都ハバナにある国際空港。キューバ最大の国際空港でキューバの国営航空会社クバーナ航空の本拠地である。空港の名前はキューバの革命家ホセ・マルティにちなんだ名称となっている。2014年に合意したアメリカ合衆国とキューバ共和国の国交正常化交渉合意をもとに2016年2月16日。 アメリカン優勝と、キューバ航空当局のアメリカからキューバへの定期便開設で合意。これにより、米航空各社は、ハバナに1日20往復運航で合意、ハバナ以外のキューバ9都市に1日10往復ずつ、計90往復運航で合意した。同年7月7日 DOT は、ハバナ就航申請発射に対し、路線開設を許可したと発表。 運行開始は2016年冬スケジュールからの予定だが実際には2019年現在アメリカン航空やデルタ航空などが一時運休しているターミナル32018年5月18日正午過ぎハバナ発オルギン行きクバーナ航空972便が東空港を離陸した直後に電線へ接触し墜落した乗員乗客114人のうち111人が 死亡、三人は重症ながらも、現地の病院へ搬送されたが、そのうち二人が亡くなり、最終的な生存者は一人だった。ありがとうございます。